して、コンピュータ用語集。ちょっと古いんですけど、まずはコンピュータ博士の、ね、コンピュータの話を。乱暴があるな。全部あれだね。じゃあここから行きましょう。プログラム内蔵、これ古いんですけどね。コンピューター、プログラム内蔵機械。プログラム内蔵機械、コンピューター、ストレーティング、コンピュータ、ストール、プログラム、プログラム内蔵式、計算機、ストアードプログラムですね、計算機システム、コンピューターシステム、コンピューターシステム、計算機システム、中央演算装置、セントラルプロセッサー及びそれにオンラインで結合された、オンラインで結合された、それが可能である周辺機器、プログラム、オペレーパーパレペラルユニット、計算機システム、計算センサー、コンフィギレーション、コンフィギュレーションという、コンピューター、ワード、コンピューター、アンプリファー、コンピューティング、アンプリ、演算増幅器、出力電圧が入力電圧に、負期間ネガティブフィードバックされている増幅器、オペレーショナルアンプリファー、演算増幅器とも言います。続きまして、コンセプチュアルモデリング、コンセプト、モデルの構成、数学的モデル、マスマティカルモデルを実験結果に合うように構成してモデル解決をする方法、モデルはそのモデルが正しいかどうか確かめるために一歩進んだ実験を行うために使用されています。コンカレントバージョン、コンカレントコン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 バージョン、コンとコンバージョン、通常プログラムと変換プログラム、コンバージョンプログラムを同時に走らせることです。多次プログラム、マルチプログラムとも言います。コンカレントプロセッシング、並行処理、同時処理、マルチプログラミング、多次プログラミングと同業、並列処理です。コンデンシングルーティン、圧縮
宿ルーチン、目的プログラム、オブジェクトプログラム、記憶装置、ストレージデバイス、から先行カード、パンチングカードに圧縮してできるだけ多くの命令、インスタルアクション、カードに含まれるようになるうち、これ昔のですか、昔の本庫地震と言います。昔のしてコンディシオナーラルプランチインストラクション条件付き分岐命令、ある特定の条件が満たされるときに、例えば指定されたデータ項目が0または0以下の場合のみ、制御を他のプログラムに命令に移す分岐命令、ブランチインストラクション、特定の条件が満たされないとき、プログラムはすぐ命令に進む。コンディネータートランスファー、条件付き飛び越し、またはコンディショナルジャンプ、条件付き飛び越し、アンコンディショナルブランチインタラクション、無条件分岐と対応される。条件、コンディショナルブライブレブレイクポイント条件付き区切り点、外部命令が起こったとき、次に実行すべき一連の命令を特定の条件セットすることに変えることができる区切り点のことです。あります。データ表現、データデスクリプション、データ表現、ある特定のプログラム言語ランゲージの規則に従って書かれているソースプログラム、ソースプログラムにおけるデータ要素として、例えばコールプログラムのデータディビジョンに書かれているのはデータ名、表している事項、データ表現はデータ名、データネーム、文字数で数えた長さ、その項が数字か英数です。その要素を他のデータレベルで、指定します。続きました。データデスクリプション、ランクエッジ、データ記述言語、データ記述言語、データベース管理システム、データベースマネジメントシステムにおいて、レコード、データ要素、データエレメント、ファイルの構造やそれらに関係する記述するものに使う言語です。昔のですけどね。デスクリプション、ライブラリー、データ記述ライブラリー、データ管理システム、データマネジメントシステムにおいて蓄積されたデータの定義からなるレコードのこと、全データベースを定義して、システム制御や管理を行うためにデータ管理者によって使われます。データディスプレイユニット、データ表示装置、データ処理装置に蓄えられたデータが選択され、文字やグラフとしてスクリーンに表示されるディスプレイ装置、ディスプレイユニットとして時々使われる言葉、データ表示装置、データディスプレイユニットは特にライトペンと組み合わせプログラム制御を使うグラフ修正時計ですけど、続きまして、データディビジョン、データディビジョン、コボル、データ駆動計算機、データエレメント、データエレメント、データエレメント、ある与えられた場面に一つまとまった単位、データのフィールドを選ぶ、データフロー計算、データフォーマット、データフォーマット、データ、かけしかデータをファイル、レコードの中で保
されて、記述されて、例えばデータが文字の形で保存されているか、流用が保存されているかと。データ収集、データゲージ、ギャザリング、データハンドリング。デバッキング何回です。リップ古いです。リップなんとかダイレクトアクセス記憶装置でダイレクトアクセスストレージダイレクトアクセス記憶装置データ項目を検索するためにアクセス時間が一定で比較的短くかつ先にアドレスに割いた場所をロケーションに向かけてあるような補助記憶装置で、バッキングソースすなわちアクセス方法が磁気テープマグネティックテープの場合のように直列でない装置デバイスであるダイレクトアクセス記憶装置より詳しい検討は記憶装置の項にありダイレクトアクセスについてはここからさせていただきます。直接あるんです。ダイレクトアドレス直接アドレスダイレクトアドレス、ダイレクトアロケーションダイレクトアロケーションダイナミックアロケーションコントラーシュされるあるプログラムに割り付ける特定の周辺機器や記憶場所ストレージロケーションがそのプログラムに書かれた時に決められているようなシステムです。直接コードダイレクトコード直接コードです、ダイレクトコーディングダイレクトコーディングあ絶対符号化あ機械語によるコーディング計算機の機械コードをマシンコードで使われて実際の命令コードやパンチを使って書かれたプログラム命令ダイレクトコントロールダイレクトコントロール直接制御、一つの機械がもう一つの主な機械によって制御されるようなシステムに関するいわゆるすなわち主な機械がもう一つの機械に直接制御を行うダイレクトカレントアンプリファーダイレクトカレントアンプリファー 直流増幅器ダイレクトアンプリファーダイレクトディスプレイ記憶装置から直接またデータに作れるディスプレイサブルーチン、直接挿入ダイレクトインサートサブルーチン直接挿入サブルーチン主プログラムの一部で書かれているサブルーチン時々使われるダイレクトインストラクションレクトインストラクション指定された演算を受ける演算者の命令を記憶、ゲームプログラムギャングパンチ集団先行機、各カード運命の位置に読み取るレコーディングの先行を組み込んだカードラックを持つ先行カードを切るこの機はバック最初のカードの数字作用を再生するときに使用されるカードはカードトラックに沿って次に先行カードに先行された情報は今まで次に先行されるですことを表すギャップディジットだからそのものでは構成のパリティビットギャップスキャッター磁気テープの平行なトラックに対して磁気トリヘッドがずれていること、ガーベッジ記憶装置など意味のないデータこのデータを得られるため無意味になったマイナーが与えられるゲート、電子スイッチ、さすデータ処理で一つの入力処理、一つの出力処理、電子回路を言う、論理処置、ロジックエレメントを閉じる、ゲートアレイ、ゲート、ノアゲート。アンソニー・チャンダース。マ
キングマスキングあるビット位置をある ビット位置を変更したり隔離したりするためにオペランドのビットパターンにマスクを作用させる方法、普通や安全をやるようなプール演算をします。マスクレジスター、マスキングのために特別に使われるレジスターのこと、すなわち、論理演算によってオペランドのどの部分が対象とされるか決定するもの。マスデータ、大量データ、マスデータ、同時に内部メールに記憶しているほどの量データ、例えば磁気ディスクファイルに記憶されているデータ。マスストレージ、大量記憶装置、マスストレージ、中央処理装置に本来で直結されている大容量の補助記憶装置、例えば大きい磁気ディスクファイルなどがそうである。バルクストレージ、大容量装置、マスターカード、通常カードグループの最初または最後のカードとして使われる、そのカードファイル全体について固有の情報が記憶されている専用カードを言う。マスタークロック、機械の動作を同期するために、信号を発生する装置、電子計算機において電子回路の基本周期を継続するためにクロックパルスをする装置。マスターコンソール、主コンソール、コンピューターシステム全体の管理を行うコンソール。マスターコントロール装置、マスターコントロール、マスターコントロールルーチン、一連のサブルーチンからなっているプログラム一部を形成しているルーチンのこと。マスターコントロールルーチンは他のサブルーチンと結合を制御し、容量要求に従っていろんなセグメントメモリーをロードするハードウェアシステムの動作を制御するプログラムを言う。バイマルオペレーターと同様に制御した監視プログラム。1. マスターデータ、マスターデータ、めったに変わることないデータ要素のこと、例えば職員がデータ番号とか記録する。リードヘッド、読み取りヘッド、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、磁気機体から読み取りの電磁石のこと、リーディングヘッド、読み取りの、リーディングヘッド、読み取りの、リーディングステーション、読み取りの、カードトラックの内部、先行カード、読み取りの、コンピューターで検出される、リードオンリーストレージ、読み取り専用、リードオンリーストレージ、プログラム命令、プログラムインストラクションに変更できない空間、データプログラムに装置、リードアウト、ドアウト、読み出す、電子計算機の内部記憶装置からデータを検出し、転送すること、リードパンチユニット、読み取り先行装置、先行データを行いする、もし先行されるカードに分離できる。リードレート、単位時間が変わったり、カードをそれによって。リードタイム、読み取り時間、記憶装置、ストレージから始めに完了するまでの時間、無事だと。リードワイドワイディング、レコードでレコードが起きています。シンプレックス、シミュレーション。
さあ、同時処理計算機、操作の同時性、シミュータニーを可能にする装置、電子計算機、パラレルコンピューターとも言う。シングルアドレスコード、単一アドレス名で、単一アドレス名。シングルアドレスインストラクション、単一アドレス命令、単一の演算子アドレスを持つ命令、シングルコラムフェンスコーディング、フェンスコーディング、カードの一つのコードに一つ穴を開けることを入れて、0から11までの値を表現する先行カードのこと、昔あったっていう。シングルエンディットアンプリファー、1出力単位同歩器、単一の出力信号を出す同歩器、ダブルエンディットプッシュと対比される、シングルレンジ、シングルレングス、1号帳、数の値が1号に収まるような表現、表現、シングルショート、シングルショットサーキット、シングルショットサーキット、サーキットこうやってサークイット、回路です。回路、シングル、信号基準器、シングルレベルを行い、不正確な入力信号がある特定の機械の要素で流れるように変化するための要素が回路、サーキット、または論理素子、ロジックエレメント、ワンショット回路です。ワンショットをさ、シングルショットオペレーション、シングルショット操作、シングルステップオペレーション、シングルステップ操作、プログラム中に命令インストラクションが技術や操作員の操作に従って一人一つだけの実行されるような計算操作法、シングルステップ操作、通常デバッグの際にするステップバイステップオペレーション、逐一操作、シングルショットオペレーション、シングルショット操作、ワンショット操作とも言う、サイジング計算機の見積もり、計算機システムの規模を見積もることよ、業者に要求に応じたコストで定められたサービスを実行を行うためにデータ処理のお仕事に必要な資源と機能を見積もることを関係する、サービス自体いろんな面から考案する必要がある、例えば業者システムの要求される負担はある、決められた時間内に、スループとトランザクション処理を行うこともしれない、システムはある臨界時に最大量のトランザクションを処理しなければならないことがあるし、システムの個々のユーザーに決められた応答時間レスポンスタイムが満足されるように要求することがある、システムの弾力性に対する要求があるかもしれないし、全般的なサービス能力が要求されるかもしれない、これらの趣旨の面を調べることによってエンドユーザーが要求している業務内容に関する記述が整理される、これをもとに見積もりを行い、要求されたシステムを構築し、業務として稼働させるのに必要な資源を決定する。この見積もり検討最終結果には通常次のようなことが含まれることになるだろう。現在システムに対する負荷とその将来の見通し、システムの総合及び負荷の増加をまとめる必要なハードウェア、資源、ハードウェア、リソースの技術、ソフトウェア、資源、これから開発する必要ソフトウェア、技術、システムを構築し、維持している必要な人的資源、予想されるスルースピード、資源の規格、システム内容の予備能力、予定されているサービス時間と、システム規模の見積もりはいろいろな状況において開始される。例えば、ある会社の新しい計算機を購入するために、入札仕様書を発行したとき、メーカーの担当者は、その仕様書の回答を提出する前に、その会社の事業計
計画の規模を見積もることが予測される。またデータの処理部門ではその部門の大きな拡張を考えた上でそれに伴うシステムの変更の規模を見積もるべきである。規模の見積もり手法は既存の設備や特定の応用プログラムの稼働効率の再検討に使用することができる。見積もりの検討程度に情報と時間が使用されできるかに依存している。見積もり検討としては原則として2つ目に基本的なカテゴリーに属する情報、処理能力に関する情報とシステム負荷に関する情報が必要である。処理能力に関する情報についてはハードウェア装置の効率評価とシステムによって使用されるソフトウェアの将来使用される予定のソフトウェア効率に関係がある。ソフトウェア効率を評価するには特定のハードウェア上で特定の機能を遂行する際に実行される命令の長さを測定し期待される効率を計算することが必要である。負荷に関する情報を整理するためにエンドユーザーの要求に関する最新の情報を収集することが必要である。これは部分的には利用者が現在持っている仕事と仕事量の評価を将来発展計画に基づいて行われる。このため場合によっては現在のシステムからデータを集め解析するプログラムを書かなければならないこともある。将来システムを設計する際に将来の見積もり、活動に備えて組織的な方法でデータを収集されるため特別な料金を開発することを考慮すべきである。規模の見積もり手法は利用できる情報の支出と見積もり作業を行うために使用できる手段と時間帯に依存できるだろう。見積もり作業はテスト作業でモデルを構築する際に適用される解析的な方法を使用することがある。種々のパラメータを使ってシミュレーションモデルを働かせてみることもある。その際にデータの質によって保証されないように手法を使用してはならない。容易に繰り返しができ見積もりされるべき負荷量や資源を手軽に変動させてみることができる手法を使用することが大切です。得られた結果を別の方法で再検討できることも重要である。見積もり作業が最もよく行われるのは与えられた仕事を遂行するために必要なハードウェアとソフトウェア構成を見積もりを行う場合である。これはしばしば最終的なシステム全体が明らかな時点で行われる。だからプロジェクトの進展を通じてその当初から実際にシステムが効率よく稼働するまで至るまでの間見積もりという考え方を継続して使用することは重要なことである。システムの定義、システムデフィニションが完成した後に行われる検討はシステムの概略計画や機能的な仕様に基づいたものよりより良い情報に基づくだろう。詳細なプログラム仕様、プログラムスペシフィケーションが作成されたというシステム効率は今明らかにより予測されるし調べることができる。プロジェクトの見積もりはそれが進むにつれて重点の大きいところが変わってくるだろう。仕事とそのプロジェクトのために予算化された資源や機能と調整を取るために最初の見積もりが行われます。この段階で通常のシステムは機能的な仕事に基づいて見積もり検討の時間に従ってだからコストパフォーマンスを上げるためにシステム機能を抑えたりシステムの弾力を良くするため、すなわち将来の発展のために余力を合わせるためハードウェア増強したりするプロジェクトの段階で行われる見積もり検討ほど最初計画された行動を実現されるシステム経験を調整するために足がかりがよくある。数多くの問題が見積もり検討の過程で生じる可能性があるので常に見積もり原理を考えてその限界等を考慮に入れてプロジェクトを進めていかなければならない。起こりそうな問題のいくつかの以下を要約しよう。プロジェクトが進展するにつれて利用者はシステムの要求を変えることがしばしばある。このことは当初見積もりを無効にすることであり計画の全段階を通じて見積もりを継続していく必要のあることを意味している。またプロジェクトの進行とともにソフトウェアの効率を犠牲にして必要な機能をある限られた時間内で達成しようとする傾向が強くなり結局当初計画されたシステムの効率を損なう結果になる。このようなことが起こらないように関しなければならないし節目節目において見積もりの前提条件を再検討することによって目標としているシステム効率予算を一定に保たなだけではならない。プロジェクトの進む間に組織の状況が変化し仕事のバランスが当初の見積もりと異なったものになるかもしれない。ハードウェアソフトウェアの製品の効率についても過程が実現されてシステムの
自体の効率が大きく狂わせるかもしれない。見積もりの活動からの出力は設計の変更を可能にし、プロジェクトとあって都合の良いように再調整を行う機会を管理者に与えるための情報を提供する。それゆえプロジェクトの進行中、継続中に見積もり評価を行うために予算を確保し、データ処理内容で見積もりを促進させる確立をしていくことが重要となる。見積もりの目標はサービスの重要目的を満たすために基礎を提供することである。サイディングでしたね。サイディングなかった。骨組みスケータルコード骨組みで汎用ルーチン、ジェネラルルーチンの一部をなす。それだけでは不完全で、パラメータを与えることによって初めから完全なる一連の命令のこと。スキップ、素通り命令、以外の何も操作もない計算機の命令、カード、先行の先行のない機構である。タイミングの誤り、タイミングの誤り、タイミングエラー、タイミングの誤り、プログラムが作成する際に犯す誤りであって、例えばプログラムの入出力の動作に要素時間を過小評価した結果、データの処理中不要な遅延が起こるといった、ティニーベーシックのランゲージである、 TO の略、テーブルループがある、トグル、想定安定回路、2つ、常に2つの安定状態がどれ、うちのどれか1つを取っている回路、装置、フリップフロップ、トグル、スイッチ、トグルスイッチ、2つの設定、いずれかに設定する指導スイッチ、トーンテープ、トーンテープ、送信用の紙テープといって、交換テープを生成する紙テープ、トーンテープ、スイッチングセンター、トーンテープ、交換テープ、当初なるモード、ディレイ、ねじれモード遅延線、機械振動が物質のねじれを加えながら伝播していることによって進行の電速に特定の遅延を導入する遅延線、トータルズオンリー合計のみ、先行カードの構成形がプリンターを用いて特定のグループカード、入力レコード5件を報告すること、レコードデータそのままでなくコントロール権利が認識するところである。今日はコンピューターだったよ。今日英語ね。コンピューター英語ね。コンピューター用語。用語。トータルタイム、全時間、運転時間、非運転時間を含めて特定の計算機で、計算機をやること。トータルトランスは、トータルトランスは先行カードでやる。次、ここ行きますよ。トランスポートユニット、駆動機遅延阻止、マグネティックテープトランス。トラップ、トラップ、プログラムを実行中のハードウェアが何らかの異常状態を検出することによって自動的に引き起こされる分岐ブランチ動作、通常トラップは自動的に制御を司り、誤りの状態を復旧し、誤りの原因を知らせるオペレーティングシステムまたはモニタープログラムと関連してトラップすることはある種の診断ルーチン、ダイゴネスティック何とか特徴であるか、算術あふれや異常な入出力状態なのか、回復のために処理プログラムに使用されることがある。トラペゾイダル
インテグレーション、なんとか型、なんとか型積分、入力変数が1から7